で、まあ、ちょっとその信用創造の話ではこれで一旦終了と言いますか、まあ、ポイントとしては、まあ、すごいメリットあったんだけど、債務危機起きましたよね。じゃあ債務危機って何ぞやっていうと、現金がなくなる状態。まあ、現金は蒸発していく状態。まあ、みんなが奪い合い。で、それを解決するためには、歴史上得た唯一の、今ある人類が手にしている唯一の答えっていうのが通貨することです。っていうのが、まあ、信用創造のまとめでして、で次、通貨体制に入っていきたいと思います。まあ、さっき、冒頭私申し上げた通り、その信用創造と通貨体制って結構密接に絡んでるんですよって言ったと思うんですが、最後のその債務危機のところで、それ救うためには、つまり信用創造のデメリットをソフトランディングさせるためには、通貨をすらなきゃいけないっていう、その答えをもってすごく密接に絡んでるんですね。信用創造っていうものと通貨体制っていうものが。で、少しその通貨体制の歴史といいますか、ものを見たときに、まあ、ちょうどその信用創造が誕生した頃といいますか、まあ、その時にあった通貨体制というのが金本位制っていうものでした。で、これはもう少し言えば、なんでしょう、通貨をものとして捉えて、で、そこに固定的な価値っていうものを与えようとする思想なんですね。まあ、これみんな、なんとなく想像はできると思うんですけども。で、まあ、この思想を与えたのが、まあ、ジョン・ロックっていう、まあ、思想家だったとか、まあ、そういうことを言われたりするんですけども、まあ、ちょっとその金本位制の成り立ちとかっていうのは、まあ、説明してもいいんですけども、多分これ単なる余談と言いますけど、余談話なので割愛するとして、まあ、要するに数百年ぐらい前に、金っていうものを、に裏打ちされた通貨っていうものを、まあ、作って、で、それをもって、まあ、通貨として普及していた。まあ、それはイングランド銀行でやっていた。今、それをちょっと覚えていただいて、で、まあ、そういう意味だと、その通貨っていうのは当時、金で裏打ちされていたので、つまり通貨そのものっていうか、金の重さだったんですよね。まあ、1ポンドは1ポンドですみたいな、まあ、そういうイメージですけど、なので、まあ、紙幣というのも硬貨だった時代なんかは、その硬貨自体が金だった、あるいは貴金属だったっていう時代で、で、ただその貴金属自体、まあ、要するに硬貨を貴金属で作って、それを市場に流通させちゃうと、まあ、悪い人たちが、硬貨削っちゃうんですよね。削って、ちょっと金、自分の懐にこうポッポして、で、だん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 、市場を回ってるうちに、硬貨が軽くなってくる。そうすると、その当初の硬貨自体の重みが下がっちゃうので、結構価値がどんどん下がっちゃうんですよね。っていう、まあ、ことがあったので、なので、だったら、そういった金とか貴金属っていうのは、その銀行で保管してしまって、で、それと交換できる紙幣っていうのを発行したんです。まあ、銀行券の始まりです。今でも日本銀行券とか書いてると思うんですけども、紙幣を見ると。で、それだったら、まあ、紙切れなんで、誰もその削ったりとかして、することもなく、で、かつ必要な時っていうのは、その銀行に行けば、まあ、そこの金と交換できる。まあ、これがその金本位制です。で、そうなると、まあ、当然なんですけども、その発行できる通貨の上限っていうのが、保有してる金にキャップされるというのか、まあ、それが上限なんですよね。まあ、上限とは保有してる金の量によると言った方がいいですかね。なので、その保有している金の量以上に、なんていうんでしょう、発行できなかった。で、まあ当然発行できないと、それを超えては発行しないと言います。そもそもルールが変わるので、まあしません。まあそれが法律でも決まられてました。で、まあ、おそらくこの通貨制度って、多分めちゃくちゃわかりやすい。子供でもわかると言いますか。まあそうですね。はい。それに裏打ちされた通貨です。で、また金にっていう、何か裏打ちされるものがあるって発行されるからこそ、価値の安心感もある。で、そういう意味では、人類として、すごくしっくりくる。めちゃめちゃ馴染みのあるものだったんですけども。ところが、この金本位制っていうのが、特に発行量に上限があるっていう、この仕組みが、によって、すごい大きな問題にぶち当たったんですね。で、それが債務危機だったんです。で、要するに、まあ、先ほど債務危機のところで申し上げましたけども、まあ、現金1000万のところで3000万信用が創造されてます。で、みんながパニックになって1000万を奪い始めてきてます。それをどうしようかと
答えは通過をするしかないんだけども、発行上限を超えていたら通過するない。で、これどうしようかって言ったときに、あの結論を言うとですね、上限撤廃したんですよ。うん、つまり、あの金の保有しているように関係なく通貨を作ったんですね。うん、そしてその通貨をあの何でしょう、金との交換を停止したんです。うん、まあ、危機が収まるまでという。うん、で、そのまあ、じゃないと停止しないとみんな交換しに殺到しちゃうからなんですけど。うん、で、まあそれがまあもうお気づきだと思うんですけども、まさにフィアットマネーの誕生なんですよ。ただ、あの、ただ昔は金本位制だったので、金本位制でできるだけやろうとこう努力してたけど、何かこう大きな債務危機があったときに、あ、これ無理だってことに気づいたってこと。そうですね。あ、うん、要はトイレットペーパー作んないとこのパニック止まらないよねっていう、うん、まあ二択ですよね。金本位制にこだわって全てが終わるか、もうそれは最悪捨てちゃって、もうお金を吸ってなんとかやり過ごすかっていうこと、まあ、それでやれるかできるかどうかも当時は分かんなかった。分かってます、うんうん、ただやったらなんかできたっていうのが分かってきたっていうことです。はい、あ、ちなみにあの僕ここら辺自分であの僕が尊敬する岩村光先生の貨幣進化論かなとかでかなり詳しく書いてあって、これ、うん、勉強あのこの放送前に勉強してたんですけど、めちゃくちゃ面白い話が、ディテールが結構面白い話があって、うん、あ、なんか金本位制って確かにイメージしやすいですけど、裏でこんなことやってたんだとか、うんうんうん、経済成長、確か経済成長しちゃうと国内にある金が足りなくなってくるから仕方ないから外から取ってこなくちゃいけないとかってなるんですけど、それもなかなか面倒でみたい なんかそういう話だったりとか、はい、そうですね、案外複雑なんですよね、簡単に見ると実は、はい、であとはさ、あの斉藤さんおっしゃったように債務危機の時では使えないっていうのが分かって、結局歴史的にどん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 それを国が外していくっていうことが何回も何回もあったっていう、うんうん、それを読むだけで結構面白かったんですけど、うん、はい、なのでおすすめです、貨幣進化、はい、宣伝しておきます、はい、そうですね、なんでまあ要は何て言うんでしょう、こうあのだろう、法則を破ったと言いますか、これ結構重たい話で、うん、まあ、今だとフィアットマネーって当たり前だよね見たとこあるんですけども、うん、当時だから要はこの金で裏打ちされて、金にして何にしてもそういった何かで裏打ちされてるっていうのが当たり前の時代に、うん、そのルールを曲げて全く裏打ちされてない通貨を発行する、で結構その究極の選択なんですよね。ただ一方でそれ以外に債務危機を収束させる手段がなかったので、まあ、それを打ったと。で、あのちなみにこれそうしないとじゃあ債務危機はもういいじゃんと、別にこれもあの何でしょう、ほったらかしにしていいじゃんと。ああ、そうですよね。まあ中にはいると思うんですけど、うん、損させちゃえばいいじゃんっていう。そうですね。ただこれ全員が損するんですよね。うん、つまり3000、まあ、さっきこの1000万円に対して3000万預金がありますとかって話をしましたけど、うん、まあまあ、その世界だけだったら損するのは東さんみたいな話になるんですが、うん、まあ、要はこれ全体社会全体がリセットボタンを押されるんですよ。要するにこのせっかく頑張って作ってきたこの1000万と3000万の差額の2000万っていうものが、うん、あの全くなくなってしまう。まあ、こうイメージで言うと、例えばドラクエで頑張ってレベル50ぐらいまで上げたんだけど、突然なんかわけわかんないタイミングでリセットボタンを押されて、また1から本望で始めましょうみたいな。まあ、そういうイメージなんですよね、社会でいうと。せっかく頑張って経済成長してきて作り上げてきたのに、また信用ゼロの時代に戻る、また振り出しに戻るみたいなイメージです。で、そうなるくらいだったら別に何でもやれよ、よくないっていうのが多分その、うん、結局金以上にあの通貨を発行してしたと。で、結果それで危機が収まったんですよね。で、これが当時1800だから50年とか60年ぐらいのイギリスであったような話なんですけど、うん、ピール条例っていうその条例が撤廃されたりとかしてガンガン金吸ってみた、あ、金じゃない、ごめんなさい、通貨を吸ってみた、はい、でそれが行われて次がまあ世界恐慌ですかね、うん、でこの2つの危機を経験して、あの金本位制ってすごく、まあ、ちょっと面白いぐらい、あの信用創造社会のこう発達とともに姿を消していったんですね、世界各国、うんうん、でこうまとめると、まあ、ちょっとこれスライドを変えるの忘れました、はい
まあ、あの信用創造との絡みでまとめますと、要は将来のキャッシュフローに期待信頼して資金を供与するっていうその日を人類は手にしたんですよね。まあ、その発想をもとに信用創造というのは誕生して飛躍的な経済発展が起きました。一方でこの巨大なメリットを享受しつつもデメリットの債務危機に対応するにはその通貨制度そのものをそれに適したものにすることが、まあ、する必要があったと。まあ、それがフィアットマネーなんですよね。ね、まあ、分かりやすく言うと、その危機が何か起きたら、もう無制限に資金を供給できる体制。実際に供給するかどうかは別にしても、それができる体制に持っていく。うん、っていうのが、通貨体制の変遷。結局、金本位制が捨て去られていった、この理由ですね。で、まあ、さっきちょっとドラクエの話もしましたけど、結局、それがないと、まあ、こう、自分の個人レベルで考えたときに、じゃあ人生、まあ、例えば社会人になって、一生懸命こう人生歩んでいって、まあ、どんどんレベルアップしていって、じゃあ例えば自分は50歳とか60歳とかなって、まあ、わかんないですけど、レベル70とか80とかなってる中で、まあ、さっき言った通り、突然わけのわかんない危機がやってきて、リセットボタンを押されて、また20歳の頃に逆戻りですと。それが7、80年に1回起きますと。でそんな社会、いいですかと。まあ、そんな社会に住みたいですかっていう話なんですよね。結局それを、が嫌だから、通貨制度を変えていったっていうのが、うん、まあ、まあ、何でしょう、まとめといいますか。今ちょっと話を聞きながら、あ、もしかしたらここが分かってない人いるかもなと思って、あと自分も、あ、言われてみればそうだなと思ったのが、その、債務危機が来たときに、何もしないと、まあ、みんな損して、レベル高かったのが、まあ、リセットになっちゃうよって話があったんですけど、なんか、それに対して、うん、まあ、例えば自分は資産持ってるからいいよとか、家持ってるとか、土地持ってるとか、わかんないですけど、車持ってるから、まあ、最悪危機が来ても自分は影響されないよみたいな考える人もいるかなと思ったんですけど、もし例えば家とか不動産とかそういうものもローンを持ってたとしたら全部持ってかれるだったりとか、ものすごい、まあ、戦争の時とかですかね、有事の時とかだと土地を持ってたはずが土地も没収されるとかっていうこともあり得るってことなので、そうですね。はい。なんかここら辺は財産権とかの話になってきますけど、なんか別に現金持って、例えば銀行口座に預金してないから自分は影響ないとか、そういう話以上問題が起きるってことですよね。そうですね。もしくは自分の会社が潰れるとか、単純に仕事がなくなる。分かりやすいんで現金と預金の話だけしましたけども、うん、このことを行われては、要は現金を確保するために、もうあらゆる資産が売り物に出ると言いますか、うんうん、買う人もいない。全部売られてから。そうなんですよ。でもちろん借金ないとかって、その個々人の事情っていうのは別個あるんですけども、うん、その社会全体でいうと、結局その負債を返せないことによってデフォルトしていく。うん、まあ、さっきおっしゃった通り、例えば家、不動産あるんだけども、まあ、ローンが返せなくなるので、取られてしまうとかですね。うん、だから取った、その、まあ、例えば銀行だって、別にそれでハッピーなわけではなくて、取ったんだけども、結局それも、取ったからといって別にキャッシュ化できてるわけじゃないので、結局預金者が引き起こるしたいくと、まあ、デフォルトしちゃうとかですね。うんうん、まあ、そういうことですね。うん、わかりました。ありがとうございます。ちなみに、まあ、この、なんでしょう、デメリット、債務危機に対応するためにフィアットマネーに変えていったんだよ、それが人類の答えだったんだよ、むしろそうじゃないと債務危機に対応できないんだよみたいな話をしたんですけども、まあ、一応、もう一つ人類にオプションといいますか、選択肢っていうのはあるにはあったんですね。はい、でそれは、まあ、単純なんですけど、もう信用創造そのものを捨ててしまう。うん。っていう選択肢は、まあ、確かにあったんですよ。ただ、まあ、もちろんそうすれば金本位制って維持できたと思うんですね。うん。でもこれって結構その、なんていうんですかね、本末転倒な話で、うん、その通貨制度を維持するために、その人類社会の発展を捨てる、うん、でこう思うとやっぱり本末転倒なんですよね。うんうん、だから、ある意味半ば当然のこととして、むしろその信用創造社会を前提に、それに適した通貨制度に変更されることになった。うん、まあ、これが歴史的に歩んできた道です。何もその別に信用創造社会ありきかって言われると別にそうでもないんです。もう冒頭言った通りそうじゃない時代の方が長いので、うん、まあ、でも歴史とか人間の性質を考えると、まあ、
多少リスクを取って現在が豊かにできるんだったらしたいってやっぱ考えるのが割と自然な気がしていて、その点では自分は信用創造がなくなることはないというか、まあ、要はあとはまあ人間は未来に対して妙に自分の未来に対して妙に楽観的だったりとか、いけるいけるって言ってお金を借りてやったりとか、そういうのは絶対なくならないと思うので、まあ、その点では信用創造がをなくしてじゃあ金本位制に戻ろうって言っても、まあ、うまく持続しないだろうなと思いますね。そうですね、さっき紹介したレイダリオさんのビデオでも、うん、レバレッジってなんでつくのみたいなところで、彼それ人間の差だって言ってたんですよね、うん、ヒューマンネイチャーというのか、うん、だからもうそこって結構本質的なところで、まあ、欲なのか何なのかわからないんですけども、まあ、人間の本能みたいなところ、うん、まあ、人間ですよね、なんか、わかります。人間って感じがしますね。はい、そうですね。まあ、この界隈、仮想通貨とかビットコインの界隈見てても、まあ、まあ、よくというか、まあ、そういう話は、まあ、例えば ICO バブルとかもそうですけど、ああいうの見ても、ああ、結局、まあ、どの業界でも結局、そういう性質は変わらなくて、はい、何か、ね、なんかこう、うん、まあ、みんなガーって集まってきて、バブル的な感じになって、一気に崩壊したりとか。まあ、なんかやってることはどこもそんな変わんないなっていう気はします。で、歴史的にもそのさっきの一部その本の紹介とかしましたけど、はい、歴史的に見てもそういうことをずっと繰り返してるのはもう明らかなので、今後もそうなるんだろうなっていう気がしますね、やっぱり。なので信用創造はなくならないだろうっていうのは自分の意見でもあります、はい、うん、そうですね、はい。まあ、そんな、まあ、ちょっとまとめとしてはこんなイメージ、はい、で、あと、まあ、余談でちょっと触れるとすれば、まあ、そもそも、ね、こう、金本位制の時代に、この禁句といいますか、禁じ手をやったわけなんですよね。うん、で、その時に、危機が収まったっていう事実って結構重要なポイントだなと思って、うん、で、要は、みんな当時、だから金が、だから信用してた通貨。なのに、突然、金じゃない、何かもうよくわかんない紙切れ。うん、なのに、そこで信用、将来のキャッシュフローに期待信頼みたいな話がまた元に戻ったんです。うん、で、これって結構その集団心理学のような話になるのかもしれないし、まあ面白いポイントだったろう、だろうなと思うんですけど、あとはまあそもそも論なんですけど、もうこれ、それで解決しちゃうんだったら、別に通貨の認識自体間違ってたんじゃない自分たち今まではみたいな、うん、まあそういうことになるんですよね。うん、要は何かこう物として扱って、何か物のように裏付けされた価値が固定的なものがあるみたいな発想、商品の一種みたいな、うん、いうこと自体の、その発想自体が間違ってたんじゃないのっていう話も出てきて、まあ、ここに書いてる通りなんですけど、私もコインポスターさんのコラムなんかで3回ぐらい執筆してるんですが、その通貨は譲渡できる債権、まあ、債権債務の記録なんだよみたいな話の背景につながるのが、まあそういった話ですね。まあ、ここをまた深掘りしていくとめちゃめちゃ長くなっちゃうんで、はい、ご紹介というか、触りで今、申し上げただけなんですけど、はい、そろそろビットコインの話に入っていきますかね、そしたらついに。そうですね、で、金本位制が崩壊しました、消滅しました、じゃあ今、その基準のない通貨っていう、まあ、ある意味壮大な社会実験が開始されてるんですよ。うん、で、まあ、ずっと私、ここで債務危機ばっかり説明したんですけども、まあ、ご存知の通り、今、経済対策として、どんどんまあ通貨供給といいますか、お金が刷られているような状態ですと。で、ここ、あえてちょっと経済政策みたいなのが触れなかったんですが、まあ、これ僕にここに書いてる通りなんですけど、まあ、債務危機に対応可能かどうかで、通貨制度の議論って、まあ、可能でして、かつ、まあ、ほぼ同じなんですよ。だから、だから省略したと。で、私が思うに、まあ、そもそも債務危機に対応できないんだったら、別に経済政策の議論してもしょうがないので、まずはその債務危機に対応できる通貨体制ってどんなんだろうねっていうのが、自然とそれがそのまま経済政策につながっていくのかなと思っています。ちょっとここも触れていくと、そもそも経済政策の是非とかなってくるかなとか、どんどん広がるので、はい、まあ、ここの方にして、で、からの、まあ、皆さんご存知の通りビットコインが誕生しました。で、これはそのすごく強烈なアンチテーゼといいますか、うん、ビットコインのジェネシスブロックのメッセージなんかを見ていると、まあ、債務危機、まあ、当時の債務危機における一連の救済策に対するアンチテーゼみたいなことで生まれたんだろう、なのかなと、まあ、思われるメッセージがあって、で、個人的にはこれってすごく、興味深い
ことだなと思ってるんですよ。これなんでかっていうと、そのビットコインの通貨として見た時のビットコインなんですけど、通貨として見た時のビットコインの仕組みって、まあ、つまり上限があって発行スケジュールがあります、うん、で、まあ、その仕組みって、まあ、そういった通貨ってすでに歴史上でもう淘汰されたものなんですね、うんうん、まあ、平たく言ってしまうと、もう人類がその長い経験を通して捨て去った仕組みなんですと、まあ、もうちょっと言ってしまうと、もう結論が出てる、終わった話なんだけど、にもかかわらずこれが再登場した、また再登場できたっていうのが、まあ、結構面白いと思っていて、ここからビットコインって何を目指すんですかっていうところで解釈は結構分かれると思います。フィアットマネーのリプレイスを目指しますっていう話になると、さっき今ずっとこう説明していた信用創造社会においてどう使うんですか、またそれって、今あるその仕組み自体はすでにもう一回経験を通して淘汰された仕組みなので、まあ、結構難しい話なんだろうなと思っている。まあ、一方でそうではなくて、そのフィアットマネーとの共存っていうのを目指していくんであれば、それはまた多分別の話になってきて、そのちょっと大げさに言うと、その人類が初めて与えられたその二つの全く異なるマネーっていうのが共存、まあ、でき、その共存できる意味があるかどうかっていう議論は、この後であるとして、その共存が、まあ、なんていうか物理的に言うとちょっと言葉違うかもしれないですけど、可能か不可能かで言えばできちゃう。っていうのが、これ、ちょっと大げさに言うと、史上初めてなんじゃないかなと、個人的に思ってるんです。うん、なるほど。